プーシーの丘から見るメコン川とルアンプラバーンの町並みタートジョムシープーシーの丘から見るメコン川の夕日プーシーの丘はラオスのルアンプラバーン市内にある高さ約150メートルの小高い丘。海抜は700メートルある。プーシーの丘から見るルアンプラバーンの町並み頂上からは町全体が世界遺産に登録されているルアンプラバーン市内やメコン川とナムカーン川を一望できる。 ほぼ360度の展望が可能で観光の中心となっている。また、メコン川の向こう側に沈む夕日が見られる絶好のビューポイントで遊刻の参拝者が特に多く、狭い山頂は一時にぎわいを見せる。王宮博物館のすぐ向かいに登り口があり、観光客は途中で入場料を支払い328段の階段を登る。 頂上にはタートチョムシーという金色に塗色された仏塔が立つほか、北側には砲台の跡が残る。時折頂上では仏寺が取り行われることがある。この塔は夜間にはライトアップされ、ルアンパバーンの地味な夜景に彩りを添えている。プーシーの丘から西方を見る一般的な登山ルートは、王宮博物館前からだが、キロは反対側の別の階段を降りると、 比較的最近に設置された黄金の仏像や仏足の収められた岩穴などを鑑賞できる。このルートは途中さらに2方向に分かれ、シーサワンウォン通りに降りるルートとナムカーン側に沿った道に出るルートがある。この山にはかつてアマルーシーとニョティカルーシーという二人の仙人が神の導きによりたどり着き、ルアンパバーンの街を作ったという伝説が残されていることから、 千人の山と名付けられた、プーシーの丘登山口階段と売られているお供え物、328台がある。ありがとうございます。